中島公門は、富山県富山市の富山駅北側付近から、川口の富山湾まで南北に続く、富山運河中流域にある現在も運用されている、パナマ運河方式の公門で、国の重要文化財に指定されている。総延長約5 1キロメートルの富山運河、川口側より約3 1キロメートル上流にある長さ8 6メートルの、 パナマ運河方式の副扉室講門で運河区作と同時に建設され、1934年8月に竣工。上流側標高が約2.7メートル、下流側標高約0.2メートルの水位差約2.5メートルを調整するための講門で200トン級までの船舶が往来できる。講門は左岸側に、高室、扉室、右岸側に、 水位調整用水門、放水路、それらに挟まれた中洲敷地に肛門捜査所があり、肛門下流側にある中島橋で両岸を結ぶ構造となっている。建設後は、運河上流部沿岸の工場などへ原材料や資材、製品の運搬をする船を通すことで、富山の工業発展に寄与した。しかし、輸送手段が陸上運輸にとって変わり、近隣に、 住宅地が増え環境への配慮が必要になったり、水質の悪化などにより、周辺の工場の縮小や撤退が進み、運河交通自体が衰退したため、運河も荒れた状態となり、県が1979年不岸運河を埋め立て道路を建設する計画が持ち上げたが、1984年にその方向性を転換し、この水辺を生かした町づくりを目指し整備することになった。 その後昭和60年代に入り、新たな計画の元運河の最上流部の船溜まりは、富岸運河関水公園として、上流から中流域の公門までの沿岸は遊歩道などの整備が行われ、老朽化した中島公門も1997年により、扉からだ等の原型復元修理を行い、1998年に復元修理工事が完了し、昭和初期に作られた。 土木建造物としては、全国で初めて同年5月1日、校門、校門捜査所、放水路、中島橋、両水ばかりが、普段運河水耕施設として、国の重要文化財に指定された。上流側の公門扉公門捜査所、公門捜査所の旧捜査盤と、現捜査盤上流側から撮影。左側が公門、右側が、放水路公門全長86メートル。 高室、扉室高室、扉室は長さ60.6メートル、幅9.09メートル、高さ6.27メートル。基礎には直径21センチメートル、長さ5.3メートルの1700本の松の丸太を使用し、石組みと鉄筋コンクリートを併用し、作られ、底面には竿で船を進められるように地取り配置に割り石を置き、 引っかかるようにしてある。肛門扉扉体のゲート形式は、上流側、下流側とも、構成、マイターゲート、巡景間、上、下流側とも9.09メートル、扉高、上流側2.995メートル、下流側5.765メートルで、扉体は約1万5000本のリベットを使用した、リベット接合で作られている。現在、 扉体は溶接接合が主流となり大変、珍しいものであることから、復元修理にあたっては、リベット接合を用い王子の姿で復元。また扉の水蜜粒は火の機材を使用していたため、こちらも王子の姿で復元されている。通水口通水口は、当時の優れた石膏の技術が見られる花崗岩の石組みでできており、上部が美しいアーチ状になっている。 高室への水の出し入れは、ポンプは使用せず水位の高低差を利用した自然流水で行う。肛門と放水路に挟まれた中洲敷地にある肛門の捜査所。捜査所の建物は、肛門と同時に建設されたもので、建物の特徴としては、切り妻作りの屋根に着色した瓦を吹き、妻には装飾として、ハフ板、ガラリを設置、壁は、ドイツ壁。 洗い出し壁を用いるなど、洒落た外観となっている。また、夜間の操作のほか治水目的で24時間体制の管理をするため、操作員が寝泊まりできるよう8畳の和室や台所があり、当時はまだ一般家庭では普及していない内風呂が設置されていた。しかしこの建物も老朽化が進んでいたため、二千八年七月より、原型復元修理を行い、二千十年に、 当時の姿に再建された。操作室内は、肛門並びに運河が見渡せる、要三方が、木枠のガラス窓になっており、壁に、据え付けの現在使用している、操作板の他に、室内ほぼ中央全部に、当時の操作板が、設置保存されている。芝浦製作所製の黒く重厚な操作板のパネルは、大理石を使用し、メーターのメモリが、 借官法で表示されているのが大きな特徴である。公門と公門捜査所の中洲敷地を挟み東側に平ら列して設置された公門上流側の水位調整用水門と放水路。鉄筋コンクリート造りで引き上五式のゲートが7門ある。公門の下流側にある左岸と中洲敷地にある公門捜査所と右岸とを結ぶ公門管理用の橋。 公門扉側の橋は、皇室内の水位の変化や、公門扉の作動の様子を間近で見ることができる。橋は、長さ51メートル、幅3メートルで、以前は、近隣の工場などに向かう通勤者の車、トラックなどの往来があったが、現在車は通行できない。中島公門を挟む近辺の岸辺は、割石を曲線を描きながら積んでいく。 野津石い石しれという広報で、むくり護岸と言われ、全国的にも珍しい護岸である。現在は2010年4月より、富岸運河最上流部にある、富岸運河ん水公園及び川口側から、富岸水上ラインが就航しており、1日10回ほど観光船が校問を通過し、観光客が水のエレベーターを体験できるほか、拷問操作室の見学などもできる観光スポットと、 なっている。また、中島高門から、関水公園までの運河両岸は、高門下流側に架かる中島橋で折り返す、緑地や桜並木がある片道約1 8トルの水辺の遊歩道が整備されており、関水公園とともに散策路として市民に親しまれている。富岸運河関水公園内には、富岸運河中流域までほぼ平行して、流れるいたと、 公園内の旧船だ余りとの水位差約0.65メートルを調整し、主に川船の往来を目的とした牛島公門がある。普段運が中島公門と共に1934年8月に竣工したもので、こちらは国の登録有形文化財に登録されている。富山の橋中島橋北日本新聞ウェバーン2013年6月16日閲覧。 ありがとうございます。